お疲れ様です。ユーマです。バイオハザード RE2 やっていきたいと思います。レオン裏。前回はエイダさんに手当てしてもらいましたよということで。よいしょ。やっと地下だ。お。大型拳銃の弾。素晴らしい匂い。いやーめんどくせえな、また。奴らを焼かないといけない。ここの地下めんどくさいよね。ショットガンの弾。なんか元気だね、もう。どっかで妖がいる。さて。おめっちゃびっくりした。マジで。ちょ。やめて。ナイスクリティカル。マジでびっくりした。まあ、本当にやめろって。ここにいたんだ。まあ、これは後ですぐ返すよ。こいつなんでヘルメットしてない？これ絶対あれだろ。後々、ここ通ると、ゾンビ化するでしょ。あそこに一体いて、ここにも一体いて、ここにもいるよね。見えないよ。まあ、しっかり処理をしておきますか。こいつ、このまま放置でいいかな。仕事人すぎるな、俺が。もう、無言で寄っていって。ん？落ちたね。ならもう君はやられるよ。気持ちいい。あれ？あ、そっか。向こう側からか。ん？となるとこっちかな。まだこの鍵はね、持ってないから入れないはずなんだよ。あー、コンバットナイフ。いいね。この辺はアイテムないかな？なさそうだね。そっか。で、レオン編はこっからズルズルズルーっと滑ってくのか。で、毎回俺が嫌がる、この。水口に染みるでしょうがたい。まだ、あの、モコモコは。あ、いや、いるな。こいつ無視したい。わーお。え？いやー、ナイフひったくられたかも。こいつ倒すのだるいだろ、だって。ああ。ナイフ取られた。あれだよね、RE4 でさ、良くなったよねっていう意味で言うとなんだけれど、ナイフを返してもらえるというか、なんで刺して逃げてきちゃうの？ひるんだらさ、そのまま引っこ抜いて帰ってこればいいのに。いるかな、中。あ、いる？あれ、いない。クレア編ではいたのにね。なんなら結構怖くてパパッと逃げちゃったのにね。彼女はどこに？こっから見えるっけ？見えないか。ここ開けよう。記憶を頼りに。SZF。お、マグナムの弾6発はいいね。そんな、あれあったっけ？エイダ。
エイタ、今行く。そんななんか音関係の話なんてあったかな。忘れちゃったな。本編で嫌な音だなんていう会話あったかな。あ、地図だ。ナイフで行く。ナイフあるよね。ナイフあるな。いやー、切り刻めない。はい、ザクリ。まあ、こんだけ蓄積あればでも。ああ、ナイフボロボロになっちゃったもん。あ、やばいやばいやばい。すごい、すごい燃費悪いことした。228。オープン。さて、これでストックをゲットして、連射性能を向上させる。さあ、これでショットガンが完成。おお、長くなったね。だいぶ相棒なんでね、今は。よし、三色ハーブにもしたおかげで、だいぶ回復も潤沢。で、このバルブをもらうことによって、あちこち行けるようになるよと。あ、2体。面倒だな。いいね。で、この手榴弾でさっきの手榴弾を回収と。で、何こんなガオガオ言ってんだ。え、本編こんなになんか音で驚かしてきてたっけ。こいつメッセル？いや、帰ってきた時めんどくさいからな。もうちょっとレオンあれして欲しかったな。もうちょっと脇を畳むというか。さあ、ここでたくさんアイテムを回収もしつつ戻りたいよねと。まず鍵で、グリーンハーブもそうだし、あとあれか、火炎放射器もこの後大事だし、ガンパウダーも、電子部品も、いっぱい取るものあるからな、大変なんだよな、ここの。で、こいつらは無視をしたいし。あっ！でも、そのナイフは俺そうだからあげよう。で、いやー、あ、まずいかも。ちょっとリンチされそう。あれ、なんかこの辺にあるよね。ほら、よこせよこせ。マグナムの弾3発なんてめちゃめちゃ大事だよ。ちょっとやめてよ。あと、ねえ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 、2体はきついよ。あ、すごいなお前、超邪魔くさい。でも、もう水の上に上がれば大丈夫。いや、ひどいね、ここ。ん？いや、すごい。怖い。結局、音が怖かった。ああ、裏番になると、あんな風に、下水に普通のゾンビが出るようになったんだね。落としとくか。パン。あい。まさか使わされると思わなかった。ああ、あそこうろうろしてる。かわいいやつめ。こんな死体知らない。
ショットガンはまだ18発。ハンドガン、どっちでもいいなぁ。というか、無視できるか。触らぬ神に、たたりなし。でも、君は面倒だなぁ。OK だね。で、これで、落ちると、お、生き返っている。で、なぜそっちに行っちゃうの？おいで。いや、ショットガン気持ちよすぎる。癖になりそう、この一撃で倒せる感じ。いいね。この火炎放射器結構大真面目に。大事だからな。で、これをもらって帰るよーと。OK だね。よし、戻ろう。できれば無視したいな。多分なんだけど、ガンパウダー。いや、でもどうだろう。アイテム。え、めっちゃ待ってる。いや、どうしよっかな、こいつら。うん、焼いてってもいいんだけれどな。イビーが嫌なんですよ、僕は。まあ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 、仕方ないね。目の前来たやつだけはちゃんと処理しよっか。いや、あいつは無視だな。ああ、こいつも無視だな。ああ！これ。捕まっちゃった。手榴弾あるよな。逃げたい逃げたい逃げたい。無視させて。手榴弾とかぶっちゃけそんなに使わないからいいんだもん。よしよしよし。で、この正面来るからそいつだけ焼こう。いや、つかむんじゃねえよ。あと生き返ってる。まずい。逃げろ逃げろ。さすがに重すぎる。全部の処理はできない。あそこに一体。うわー、ここはもう来ないからいいけれど。裏番になるとすごいね。もったいないな、化学燃料が。来るかな？あ、来た。まず殻を割ろう。やばい。割れない。これで、いた！いや、まずい！何体いるんですか？ちょっと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 、結局結構使ってます。ちょっと、早く、早く。ありがとう。返してくれるんだね。リチギな子たち。いただきました。ナイフです。さて、これを回して、ここも開通させよう。やっつけようか。で、フィルム。で、サイドバッグもらえるから、2枠空いて、で、ハンドガンの弾。一発？なんか、裏剣ってハンドガンのさ、弾の、なんていうのかな、ドロップ率っていうか、排出率悪くない？さあ、ちょっと警察署戻って、あれだね。あれをしたいな。あの、フィルムを現像して、特殊な、隠し
新アイテムたちをもらってこよう。リッカーに注意かな。おお、マグナムの弾いっぱいもらえるのいいね。ライトニングホークの強化もできるから助かるな。さあ、ただいま警察署。暗室に行きたいんだけれど。お、誰？ああ、図書室から出てきたデブか。図書室デブ。とりあえずね、あのね、武器保管庫の前にね、リッカーがいるんですよ。で、俺はそいつの処理してないはずなんだよね。だから行きたくないっていう。てか、タイラントってまだこの辺うろうろしてんのかな。ちょっと敵配置変わっちゃってるからな。裏辺怖すぎるな。いるんだよ。これ走るよ。あれ？いないのかな。あ、やっかるやつだね。よし。あ、ほら、走ってる走ってる。さあ、隠し場所は変わらずですよと。スターズオフィスに戻りましょう。怖い。初見の RE2 って怖かったね、そうやって考えるときっと。なんかもう何回かやっちゃってるからさ、結構ケラッと、ヘラヘラしながらやってるけれど。初見怖かったろうね、多分、当時の僕。さあ、ライトニングホークのダットサイトゲットだぜ。これでスターズオフィスはお世話になりましたと。あれ、図書室デブその辺待ってそうじゃないか、これ。大丈夫かな？いた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 。これだからデブは。これだからデブはどんくさくて。まだ立ってるのかな？ああ、まだ立ってる。何を求めてあそこにいるんだろうね。さあ、このね、燃料400がその僕の後のプレイングをかなり大きく左右するんですよ。よし、警察署終了。お世話になりました。電子プラグも取ったし、あとは鍵も開けたし、このまましっかり戻って。で、あれか。あの、変な会社の変なこだわりに付き合って、ボス戦ですね。じゃあちょっとボス戦前で一回動画区切ろうかな。まあ、あの、当然のごとく、あの、くだらないなんちゃらカンパニーのこだわりは全カットっていう形で終了したいと思います。というわけで、到着。次回は、あそこのドアを開けて、ウィリアム戦、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。